テインです。ピータ君が寝てるのでプロテインを朝一番に取ってます。だいたい6時とか5時半ですね。この適当にあるお水で、今日は今は8時ぐらいです。こういう環境でホテルで、ソフィテルホテル、僕らのスポンサー、美味しそうですね。そして一緒に食べるのはおきく、とてもいいホテルですね。今からご飯食べ終わりました。今からミーティングです。8時半から9時半までミーティングとメディケーション、アイスカフェラテをもらって、僕はいつも飲まないんですが、この動画のためにゆうたくんはいつも飲んでます。彼もう2杯目です。すごい長い廊下、玄関から部屋に行くまで約5分ぐらいあります。ミーティングルームです。で、外にアップ、卓球もしてます。はい、カカだ。ミーティング終わりました。部屋に帰ってきました。あ、ゆうたくんも来ました。いいですね、セクシーショット。彼はこれからスタッフと髪を切りに行きます。僕ら外出禁止なんで、ホテルから外に出れないんで、僕はあと1時間後に飯行くんで、ゆっくりしてます。今から昼飯に行きたいと思います。あーちゃー、さつま揚げ、これとスープ、噛みついてゆたちゃん、バタさん、今日はクリスチアーノはお飯に来なかったです。向こうでビリヤードもできます。ビリヤードバター。今昼飯から帰ってきました。あと2時間ぐらいあるんで、もうお休みタイムですね。もう多分寝てますね彼。これ何を見てるのか、寝ながら何を見てるのか。試合見てる。サッカー好きすぎるこの人。練習前のプロテイン補給してます。今から練習に向かいます。今から練習していきます。今練習終わりました。バスの中です。これからプールに行きたいと思います。プールに行きますか。嫌われてんのかな俺。バスから帰ってきて部屋です。ふう、また掃除してくれてるやん、マジでありがとう。談笑ですね、飯前のバスマッチです。最低でも8回はバスの乗り降りをします。行きます。
まあ、朝からいろいろ時間遅れてるんですけど、6時15分出発で6時25分です。今日のご飯です。いただきます。先ほど帰ってきて取り忘れてて、シャワー浴びてストレッチをして、リード君は YouTube を見てました。毎日僕らは手洗いなんで、洗濯がねないんで手洗いしました。これから仕事行きたいと思います。寝る1時間前くらいにプロテインを飲みます。ゆうたくんは勉強しながら歌を歌ってました。お疲れ様です。11時になったので今から寝ます。プノンペンは8時以降に出ると取り締まられて警察に捕まったり、バイクが没収されるらしいです。それでは皆さん気をつけておやすみなさい。バイバイみんな。